小子部すがるは、日本初期、日本で意気に見える、有楽天皇時代の豪族。小子部すみかけもしくは、小さこべすみかけと書かれることもある。すがるとは、万葉集巻、第9738の長歌に、腰細のすがる上司とあり、腰の細い自我鉢を指す。小子部は、こぶと同様に、天皇の側近に使える道時、 ジョジュラの養育費を担当する品べであろうと思われ、尺に本気も同様の説を取っている。小さ子ベレン氏は、古事記の神武天皇の項目や、新先生史録では、神むやい耳の命の子孫となっており、天武天皇13年に、スクネの生を賜っている。日本初期、有力天皇6年3月の上に、皇妃への養蚕を進める、有力天皇から、 日本国内の解雇を集めるよう命令されたが、スガルは誤って子を集めてしまった。有力天皇は大洗して、スガルに、お前自身で養いなさいと言って、皇居の柿の近くで養育させた。同時に少子不連の生を賜った。とある。さらに同7年7月の上には、有力天皇は、スガルに、私は、三輪山の神の姿を見たい。お前は、 腕力が優れているから、行って捉えて来い。と命令した。すがるは、試しにやってみましょう。と答え、三輪山に登って、大蛇を捕らえ天皇に剣じた。大蛇は、雷のような音を立て目を、キラキラと輝かせた。恐れた、有略天皇は目を覆い、殿中へ逃げ込んだ。大蛇は山に放たれ、その山を雷と名付けた。とある。また、 日本芸域によると、天皇が、いわれの宮の大極殿で奇祭と寝ているとき、誤って、住家系がそこへ入ってしまった。天皇は恥じた。そこへ雷鳴がとどろいたので、天皇は、住家系に、あの雷を、お招きして来いと命じた。そこで、住家系は、赤色のか、面を額につけ、 赤旗をつけた矛を捧げ持って、馬に乗り、安倍の山田村の前から豊浦でいらの前の道を走り、京の初越の分かれ道のところに来て、大声で、天の雷の神よ、天皇がお呼びですぞと叫んだ。そこから馬を引き返しながら、雷神といえども、天皇のお召しに応じないことができようかと言った。その途中、豊浦でいらと飯岡との間で雷が落ちていた。 住みかは雷を腰に入れて天皇のもとへお運びした。雷は光を放って明るく輝いたので天皇は恐れて平白を備えて雷を元のところに返させた。その場所はアスカの小春田の宮にあり今雷の丘と呼んでいる。その後住みかは死に中心ぶりをしのんだ天皇は雷が落ちた場所に墓を作り、 雷を捕らえた隅家系の墓と被分の柱をお立てになった。雷はこれを怒って鳴り落ちて、被分の柱を踏み潰した。ところが柱の裂け目に足が挟まって捕らえられた。天皇は雷を逃がしてやり、被分の柱を立て、生きても死んでも雷を捕まえた隅家系の墓となさった、とある。新先生四六、山城書茂の大意味記の項には、大隅、 赤の隼虎を引き、諸国に分散した旗氏の92部18,670人を集めたという伝承が吹きとしてあり、和州五軍神社神明朝大略仲介の引用する、旧安五年三月、多神宮中心城の古武神社の城にも、すがるにまつわる記録が掲載されている。ありがとうございます。